ばんは。アイスレモンさん、ヨギション、かわいいありがとう。Q さんもかわいいありがとう。ファイヤーさん、音符ありがとう。フラペチーノさん、ハートありがとう。Q さん、ありがとうね。あやとくん、マシュマロありがとう。アーツさん、1700回。見てくれてありがとう。すごっ。めっちゃ見とるやん。フォーユーさん、ありがとう。ルチケイさんもありがとう。かわいい、嬉しいです。イエイ。さ、リコのトリコです。マコトさん、マシュマロありがとう。貝柱さんもありがとう、ハート。ヤッホー。鈴木秀和さん、結婚して。ちょっとむずいかも。Q さん、音符ありがとう。 A ちゃん、ハートありがとう。和久さん、尊い、ありがとう。ドーファさん、ありがとう、お花。マサさん、かわいい、ありがとう。サイザイさんもありがとう、ハート。ケンタッキーさんも、クッキーありがとう。ドーファさん、だるまありがとう。ヤッホー、みんな。カエルさん、ありがとう、音符。今日はね、黒い T シャツです。早すぎて体内時計かえってずれそう。わかる。私も割と朝配信からの夜配信派だったので、一旦夕方たくさん配信は慣れません。くにちゃん、あきてつさん、くにちゃん、まささん、まっぴーさん、まことさん、ありがとうございます。やっほー。白雨さん、ありがとう。よかった。そう、メガネコンタクトがないからね。のろすけさん、かわいい、ありがとう。白雨さん、まことさん、ありがとう、ハート。錦鯉さん、ハートありがとう。まことさんもハートありがとう。和久さん、かっこいい、ありがとう。鈴木秀和さん、ありがとう、ハート。今日もコンタクト。確かにメガネ生活も見納めかも。ジャックさん、ハート。マリオ、音符ありがとう。コンコン、ありがとう、音符。ヘママルさん、バラありがとう。いかがお過ごしですか、皆さん。私は良きです。前髪がね、もう伸びてきたので、切りたい、切りたくてうずうず。美容院行かなきゃ。タワさん、ありがとう、クッキー。日向高さん、お疲れ、ありがとう。こんばんは、こんばんは。チャーさん、ありがとう、クッキー。コボロンさん、ありがとう。って言ったら、なんか連絡先を持ってるみたいな感じじゃないですか。全然そんなんではありません。ヤッホー、みんなって。かわいすぎるって。元気になれる方法、大丈夫だよ、元気になれるよ。って言ったらあれか。ハンターさん、トリガーさん、ありがとう。ラッパと音符。サム、ユリツゴ、スノー、音符。ミツさん、音符ありがとう。うん、元気になる方法は、今日の私は新しい T シャツを着てルンルンってお出かけしたら元気になれたよ。同じかな、なれるかな。ミツさん、コウトキさんもありがとう。ラッパ、私の配信があれば元気になれる。よかった。本当。リコチメール着弾したから同じ気持ち受ける。よかった。リコの取り込みれば元気になれるはず。そうだね。予約するしか。予約してみよう。コートキさん、俊介先生、ありがとう、ハート。
うん、そう、可愛いお洋服を着てお外に出るとルンルンってなりますよ。なのでおすすめです。おすすめ元気になる方法。夏みかんちゃん音符ありがとう。やっぽー、ムービングさんありがとう。音符、私の顔見て元気100倍受ける。単純や、単純ですね。ナナさんからも届いたーって。めっちゃナナさんとも連絡してるみたいな。すごい、ナナさんのもう好きメッセージ、やっぱりかわいいなあ本当に。みつさんありがとう。さんぱちさんマシュマロありがとう。でこっちに夢中、そうでしょ、私に夢中でしょ。新しい顔と交換してもらうの。何それ。マシャさんありがとう。音符、トラッキーさんハートありがとう。そうしよう。大色クマさん夢中、大色クマさんって何。トラッキーさんありがとう。ハート、みつさんもハートありがとう。キアさんも音符ありがとう。あーそんな引きずるの、ツーショット回。そうだよね、大丈夫だよ。コメントの左上にある、探してる。かわいい、ありがとうございます。探してる。どれだ、アバターのこと。めげんなよ、めげずに行くぜ。焼肉はルンルンだね。ルンルン焼肉してね。お肉いっぱい食べるのだよ、すくすく育つんだよ、成長。サムファイトありがとう。うん、リコチだよ。サムお疲れありがとう。わらびもちさんラッパーありがとう。アイドル大好きさんありがとう。クッキーおととさんもかわいいありがとう。アイドル大好きさんマシュマロと音符ありがとう。ヤッホー、あーなるほど、そういうことか。水色クマさん称号みたいなやつか。つぶちゃん元気、元気です、寝てます。ナオトさんクッキーありがとう。黒猫ヤマトの宅急便、今日のメガネ、今日も一緒だよ。いつもこれ
視力が悪いからこれをつけてます。これはもうないと生きていけないからね、この世が見えないから。りょっぴーありがとう、ハート。お寿司美味しかったです。寿司受ける、宅急便おねだり。確かにベーシックはしたい気もある。姿勢を良くするためにちょっと近づけてみた。塚本さんありがとう。クッキーベーシックもしたいけど、でも怖くてコンタクトでもレーシックしたらすごい便利そう。私しか見えない、ありがとう。逆ありがとう。ハート。こんばんは。今日はでもちょっと遅め、これでもちょっと遅めに始めてみました。17時半過ぎ初めて見たよ。どうかな、わかる。ベーシックもね、うん、ベーシックいいんだ。ベーシックって角膜の表面、うん、なんかどっかを削るんだよね。キョンシーさんハートありがとう。 ICL も良くない？ ICL もしたいな。うん、こんにちは。配信始まらないから真面目に仕事して、偉いじゃん、いいことじゃん。スノーハートありがとう。私このお休みの間に太った気がするな。マッサージしよう。メガネ姿ね、もう見納めです。そんなことないよ、ウケる。いやだって寝て食べたら動かず寝てるんだよ。で起きたら動かず食べてるんだよ。サムありがとう、レインボースター。それを何度も繰り返したら太った気がする。サムレインボースターありがとう。ぷくぷく感増しちゃったか。マジで脂肪を誰かに移す機会が欲しいそしたらここにあるみんな、誰か脂肪が欲しいよって人にあげる。ムービングさん音符ありがとう。ツーレさん音符ありがとう。だからせめてものマッサージ。おっとっとさんかわいい、ありがとう。リコチの顔見ないと落ち着かないので見に来ました、ありがとう。おっとっとさんありがとう、ハート。うん、ツーですありがとう、マシュマロ。逆脂肪オーディション。お、560日ありがとうございます。おっとっとさんかわいいもありがとう、ハートもありがとう。顔見ないと落ち着かない。私も落ち着かなかったよ、みんなとの喋る時間がないと。ザキさん100回見に来てくれてありがとう。
シュマロありがとう。脂肪倍返しやばいな、怖いな怖いな。560日早いね。もうだって今の生活を半分続けたら1000日ってこと。なんか福ちゃんち音符ありがとう。なんかいやいやむずいかなとか思ってたけど、割ともしかしたらできるかもしれないとも思ってきたり1000日経ったらさ、それこそなんか特別な配信できるじゃないですか。石井さん音符ありがとう。そうだからやってみたかったけど、1000日目指してるけどどうなるんだろう。半分超えてるね、500。でもこれと同じ何1年半ぐらい2年弱をさ、果たして私は過ごせるのだろうかって不安もあります。ななさんかわいい。7月からちゃんとダイエットします宣言来てる。みんなに私もダイエットします宣言しようかな。イシさんハートありがとう。なんかもう幸せすぎて毎日がご飯食べれて、だからできそうじゃできそう。やってみようかな。特別感ある。イシさん、福ちゃんち、音符ありがとう。ユナさんもありがとう、ハート。スケジュール的にだんだんきつくなりそう。ねえ、どうなるだろう。どうなりそう。ああ、あまりよ。でもなんか、美味しいご飯が目の前に来たら私我慢できないもんな。そこよ、問題。ソフさん、ありがとう。問題はそこですね。あとはなんとかいけそう。チェリーさんハートありがとう。石井さんペンライトありがとう。いける。でもなんか今日は山下美月さんのファースト写真集を見て、ああなんて素敵なんだって、20歳でこんないい作品を作れるなんて、なんて綺麗な方なんだと思ってモチベーションもらった。ひろちょさん放置ハートありがとう。お役目頑張れ。確かに配信で歌ったり踊ったりするのあり。あすかちゃんになっちゃうよって。福ちゃんち本当ありがとう。頑張ってほしいけど無理や。金物ありがとう。写真集の過剰摂取をしてます最近。ひでぶーさんありがとう、ハート。こっちのも期待してて。やっぱ裏テーマがあるんだなと思って、山下美月さんの写真集の裏テーマはズバリ大恋愛だったんですよ、そのファースト写真集。だから私も、でも私も裏テーマあります。でも 大恋愛とかそんなテーマではないんですけど、うまくできたかなって今思ってる。裏テーマというかテーマか。
新集朗読はカロリー使える。でも本当に昨日も一日中寝てたし、疲れてなさすぎて割と寝つくのに時間がかかったんですよ。そうだから私もするべきだな。スノーハートありがとう。めちゃくちゃいい。絶対いいじゃんね。見たい。もう発売されてるのか。なんで知ってるの。お昼寝2時間。そうだから今日はでもお昼寝してない。こうやって歩いた。外出ました。2日ぶりに。チェリーさんハートありがとう。歩数1万歩も歩けないよ。運動のためにカラオケ配信する。なんか夢の中で初恋ドア歌う夢を見たかも。なんか披露するってなって、何も振り知らないってなったよ。夢見たかも。なべなべ所長音符ありがとう。岩井博さん0401ありがとうございます。お夜寝で頑張ります。この後でも寝なかったらいい話よ。お風呂ゆっくり使ってさ。キヨニーラッパありがとう。ラッパパセリリンゴゴリラ、ラッパパセリリンゴゴリラ、ラッパパセリリンゴゴリラ、ラッパパセリ。山猫坊主さんありがとう。合唱にゃんこ合唱にゃんこ。寝るフラグって言われてる。違うよ。違いますよ。リンゴゴリララッパパセリ。でもなんか SNS とかをもうインスタとかも全然更新できてないからダメだな。そうメンバーさんのモノマネネタ今日も可愛いのありがとう。今日もゆるく殺してる写真とかでもいいの。18時。早くないか時間経つの。まあ確かに休みを満喫している証拠。嬉しい。よかった。そう言ってってくれるなんか優しい方がいらっしゃるのは嬉しい。たまにはいいよね。ゆっくり更新していくしか。今日はメンバーみんなオフなのかな。あ、そうなの。わかんないかも。自分はもう夏休みだから。こんにちは。こんばんは。今はこんにちは、こんばんは、どっち。こんばんはかな。18時ってなんかこんばんは感あるよね。そうね。マグ
まくり寝まくりこち寝まくってんだろうなと思ってて予想しててね、こんばんは始まるぐらいだよね。そうだよね。ちょっとまなつは明るい。そうね、寝汗かく？本当ですか？今ね、連絡してる。ね、みんなせかさないでよ。写真集発売のショールームいつだろうね。大丈夫だよ。いつだろうねと言われても私は答えられないしみんながそんなせかしてきたら何もできないもん。せかしてきたとて何もできない、何も変わんないから安心して。グッドイブニング、グッドイブニング。せかしたいね。みんな聞いてくる、聞きたがり。クボズンさんありがとう。グッドイブニング。今その時間帯だね。クボズンさんありがとう。はあ、ちょね、7月に毎週やってみるとか。まあ私は決められないから、みんなみんないつだろう、いつできるの、いつ、ほらいつだろうねとかやってみるとかって言うけどさ、違うよ。私がこの日やりたいとかじゃなく、スタッフさんたちが、皆さんが頑張ってカチャカチャカチャ調べてくれてやってくださるので、わかんないですよ。ドラドラさんハートありがとう。まこくまさんハートありがとう。そう、わかんないですよ、そこは。楽しみにしててください。って聞いちゃうぐらいワクワクなのか。わかりました。なるほどね、みんなワクワクしてるんだね。期待して待ってるってことね。わかった、許すね。もうなるほどね。みんなそんなワクワクしてもらえて嬉しいです。石井さんありがとう。レインボースター今日もメガネ。ミキア君ありがとう。ハート。アムトンさんもハートありがとう。ドンテンさん100回見に来てくれてありがとう。嬉しいよ、みんな楽しみにしててくれて。お、いいね。グミ食べてたらあっという間に来るよ。リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ。リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ。リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ。
カホーは寝て待て。そうそうそう、ポムさんありがとう。音符白い甲羅組なんてあるんですか。すごい。てかもう一日があっという間に過ぎ去っていって、すごい不安です。逆にすっごい不安です。一日がこんなに早く終わっていいのかって、すっごい不安です。寝てて一日終わりました。わかる、一日秒だよね、マジでわかる。かき氷グミ好き、かわいいよねあれ、シャカシャカ振ったりするやつもある。嬉しい、私のこと思い出してくれてね。次猿のだ、待って待って、同じこと書いてくれてる。それな、今年ももう半分ってやばくないか。もう怒涛すぎて思い出せない。だってついさっき108通のメール書くのに、あ、時間がないって汗汗していた自分がいたもん。いつも年明け、そのお正月には108通のメールを送るのが私のルールなんですけど、もう年、その時が一番最新の私のあれだもんな、記憶。柴さんラッパーありがとう、音符もありがとう、馬一筋さんもありがとう、風さんもありがとう、皆さん音符。今から108通考えちょかんといけんぐらい大変。煩悩の数、そう煩悩の数です。いける、108通返信したの頑張ったね、きつかったんだ、頑張ってくれてありがとう。そうだからさ、みきやくんハートありがとう。うん、だからすごい大変だった思い出があるな。私もなんかちょっと先延ばしにしたら思ったより大変で、めっちゃ頑張って書いてた思い出があります。だからこそもう12月入ったら煩悩メールは書き始めようと思います。なんならもう今から書き始めた方が良かったのかな、もうてぐらい、てぐらいですね。そう大変だよ。まあそうね、受け取る方もね、全部読むのも大変だと思うし、ほんとよくぞ頑張ってくれた。私歯医者さんいつ予約してたか忘れちゃった。忘れちゃったな。いつかちょっと電話して聞かなきゃ。みきやくんハートはありがとう。そう、先延ばし、こっちメール埋もれて普通のメールが受け取れなくなった、かわいそう。あ、前半のことはもう前半の今のうちに書いとかないとだね。やばい、え、今年残り188日、やば、うん、ちょっとやばいです、ダメです、ほんと。ふさんハートありがとう。
ばいね。歯医者さんに聞こう。とにかく188日しかないの。え、そう、診察券も今手元になくてピンチ。7月入ってからの予定だったはず。みやほさん音符ありがとう。確かにネットで見られたらね、なんかご予約確定メールとか送ってくれたらいいのに。そう、なんで知ってるの。コンタクトもないし、手ぶらで帰ってきたからね。ここに、もう上半期のこと今日とか明日とかで書き始めてみようかな。その方がいいよね。確かに診察券に書くのあるある。美容院のなんかそういう予約券とかもう忘れた。なべさんありがとう音符。私結構あるあるかも。ハートありがとう。写真集フラゲビだったらもうぜひ振り回しちゃっていいよ。ペンライト代わりいいかも、ね、書き始めてみよう。1月、じゃあ1月何やったか今からみんなと会議する。1月はまた年明け配信、ん、年ああマチャリンさん家にお泊まりしてから広島に帰ってきて、元日の公演のレッスンと元日公演に出ましたね。かくれんぼ中さん、まこやんさん、ラインボンさんありがとう。なになに、生誕のメンバーに恨まれない、大丈夫でしょう。なんで、そっからかくれんぼ中さんありがとう音符。確かに年明けすぐ体調よろしくなかった。でもなんか確かに写真集振り回すのはちょっと危ないね。かくれんぼ中さんありがとう。確かに、え、あの頃はあれでしたね、あのメンバー結構みんな大変だったかも、あのみんなね、なんか結構喉が痛かったり、大丈夫その喉が痛かったり。かくれんぼ中さんハート音符ありがとうございます。そうなんですよ、今年のリコチってずっと咳してたイメージ受ける。じゃあ煩悩メールの下書きを始めますかって考えたら、私12月とかも、あ、でももうそっか、煩悩メールで今年1月からですもんね。かくれんぼ中さんありがとうございます。元日公演やばい。ママに気持ちだけでもって回復薬ありがとうすいませんってアムトンさんハートありがとう。ピヨコちゃんマンさん、だるまハンターさん、本当ありがとう。確かに舞台稽古のピリピリやばかったですね。
あとは延岡映画祭のショートドラマを撮影したのも実は1月でした。ウリンさんハートありがとう。写真集イベントは去年、今年2月だね。そうだね、そっから七並べのご褒美の焼肉があったり、そう配信がある。今年上半期ももうおしまい。そっからはもうお稽古祭りでしたね。その舞台の嬉しかったな。舞台のね、そうね。でリアルお話し会が舞台稽古期間にあったので、なんか始発で大阪まで一人で自力で行ったね。できたね。タクシーも自分で呼んだり。ボヤッキーさんありがとう。音符タクシー呼べるようになりました。お稽古からお稽古期間でしたね。お稽古期間お休みが2日間ぐらいあったんですよ。3日間とかかな。うん、なのであの水族館、東京の水族館に遊びに行ったり美容院に行ったりしましたね。ぼやっきーさん本当ありがとう。何その総選挙すごいね。うん、岩受けるね。でも結構私一人得意なのでこんなに得意とは思ってなかったからのショールームイベントは2月3日からだったんだね。何水族館、サンシャイン、サンシャイン水族館、みんな地蔵。そうだったのか。でもね、舞台すごいありがたいかったですね。お稽古頑張っては禁句でしたね。まず自分がこれから何をするか、まあバレるのもそんな良くないしっていう観点もあって、お稽古頑張って言っちゃダメですってみんなに言ってた。みんな偉いから何も言わなくてて偉く。ハヤトさんハートありがとう。アーさん本当ありがとう。あとはなんだろう、頑張ってって言われる、なんだろう、なんか言われるほどのものじゃないしなーって思ってた。なんて言ったらいいんだろう。みきやくんハートありがとうね。舞台楽しかったです。はやとさんあーさんありがとう。舞台別に頑張ってって言われるほどでもないしって思って。ね、みんなは多分頑張ってって言いたかったと思うけど、いろいろあったということで裏回しされてる私の話題。まあそっからショールームイベント頑張りましたね。まあその千秋楽も無事終了し、ショールームはあの星投げじゃなくキラキラ星に変わったので、割とその枠数は4個とか5個とかで、割と少ない枠数でできるのは私すごい個人的すごいありがたかった。楽でした。楽っていうかその肉体的に楽でした。ウケる。瞳が輝いてますか。やった。鈴木秀和さんレインボースターありがとう。風さん音符ありがとう。だって1日3時間するって、そう3週とかないから、その早朝に配信しなきゃいけないとかも割となくて、みんなにもそんな負担なく応援お願いしますってできたかなと思います。かな。
スペイベもありましたね。10枚目シングルの10枚目シングルのスペイベはあれでしたね。あのお菓子作りバレンタインのお菓子作り、ここら辺はすごいあれですね、あの人との約束を詰め込んでて、ちょっと割と疲れてたかも。アメトンさんハートありがとう。からのゆっくり休めましたね。ゆっくり休む時期ができてからの怒涛の日々が怒涛の日々だ。すごい2月後半はね、いっぱい怒涛でした。結構怒涛ですね。たたたかゆきさん、かわいい、ありがとう。ほんと星集め日本語そんな風に思ってもらえる。わー、その広島にいる時、そうドトールの日々で、広島にいる時は基本お話し会か講演かレッスンに出てて、それ以外は大分とか東京とか広島でもロケ行ったり、また東京に行ったり、すごいたくさんだったな。広島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 、大分大分、広島広島広島、東京東京、広島東京東京、東京東京広島大変移動多めでした。からの2月ん3月はね、大分でその伸びしろですね、ロケに行かせてもらったり楽しかった。日賀直さんありがとう。音符うん、あっちこっち行ってたかも。そう温泉入れましたよ朝に大分、確かに。からの3月淡路島でバスツアーがあったり、からのみちゅさん卒コンのリハが始まりましたね、とかかな。リハとかフェスとかにもちょっと出たりしてて、朝風呂気持ちよかった。夜ね、その行く時間がなく朝に入りましたね、とかかな。あー、アニメフェスジャパンとかも嬉しい。今もまだふーちゃん、ロシチューさんありがとう。確かに TVer 見れなかった、結局悲しい。あ、3月は自分のお誕生日もあったりそうだね、一人で入ったな、お風呂朝だったからね、誰も誘わず。卒コン、そうだね、卒コンが3月の31日だったね。だから卒コンのレッスンとかも頑張りつつって感じでしたね。3月は結構でも盛りだくさん、言えないけど盛りだくさんなことたくさん。身体ん人間ドック受けたのも3月でしたしって感じですね。で4月はあ、でも1月ってそういえばそうだ、駅伝から始まったんだね。で4月もね、なんか駅伝書いてるな。4月はみちゅさん卒コンが終わってふーってなってからの、ひなさん卒コンリハとかが結構
あとは7周年リハとかも始まってもうふわーって感じですねいっぱいいっぱいいっぱいですね。うん、かなー。そういうこともあっていろいろあって4月も結構言えないけどいろんなこともやってて、あやぱんの卒業公演もあったんだ。ハニバルさんありがとう。今生そうね、ありがたい駅伝部からの、あーでもすごい、もうここら辺もはあ怒涛でしたね。あ5月入ってからはフラワーフェスティバルがありました。フラワーフェスティバル出させていただきました。からは7周年コンサートも、あね4月5月始まったし、あ4月の28に神戸だね。え精神豚まんさんタワーありがとう。なんでセンプールさんハートありがとう。うん満喫すごタワーだすごいですね。ありがとう精神豚まんさんは何タワーですか。お礼しますね、お礼しますね、書きます、ね、何タワーなんでしょう。受ける。リコちゃん学生時代中間テスト5教科合計点450点でしたね。受けるんだけど、コック45全部90点とかで偉くない。5タワーじゃないよね。お誕生日とかかな今日。精神豚まんさん。何タワーだろう。リノロフィーさんありがとう。ポリポリ。何タワーだろう。やばい、これで精神豚まんさんの5タワーだった。あ、ちらし寿司の日だよね。いやなんかさっき読み上げてないかも私。もうちらし寿司の日なんだみたいな感じになって、あれお誕生日なんだ。誕生日おめでとうございます。すごい、やっぱりなんかそんな気がしました。当たってたね私。お誕生日まこやんさんハートありがとうございます。すごい、誕生日。そう、誕生日ってさ、なんか全然コメントだけでも読み上げてお祝いする派なんですけど、で私がタワーを投げる側なのにそんな
タワーを投げてくださる方、本当に優しい素敵な方だと思う。リノルフィーさん、ハートアロハ、ありがとう。うーん、私がおめでタワー投げないと。本当ケーキ10連しなきゃ。リノルフィーさん、ありがとう。かけた。じゃじゃじゃん。精神豚まんさん、お誕生日おめでたわー、ありがとうございます。また一つ年を重ねましたな。この前会えて嬉しかった。今年もいい一年にいっぱい会えますように。精神豚まんさん、ありがとう。ここになんかバースデーじゃん、ハッピーバースデー精神豚まんさんになりました。 X 風さん、ありがとう。私のね、持ちキャラなんですよ。お気に入りのキャラクターなんです。ハッピーバースデー帽子。確かに、あげられたらいいのにね。イエイ。イエイ。お、リコちゃんとお利口さんの皆様もありがとうございます。やったぜー、イエイ。ありがとう、豚まんさん、よかった、ありがとうございます。よかった、おーいいですね、お誕生日うらやましいな。私もおめでとうって言われたい。まあそんな、最近いっぱい言ってもらったけど。欲張り。嬉しいね、お誕生日おめでとうございます。タマンさん、欲張りなので。おめでとう。いいな、誕生日プレゼントは豚まん100個かな。そんな食べれんか。何もらうんだろう、何買うんだろう。 STU のライブかな、お話し会とかかな。お誕生日、お誕生日、やっほー、欲張りでいく。松さん、ありがとう、ハート。あ、写真集予約39冊かな。確かに、どうかな、そうかな、ありえるかもしれな
私はね今一つ大きな懸念点がねあるんです。松さんありがとう。広島で私は割とバタバタした日々を過ごしていて、どんな日々を過ごしてた？うん、そうそうそうなのよ。で、お洗濯物をできずに帰ってきたんですよ。だから。不安です。めっちゃもう2週間分ぐらいの洗濯物を貯めて帰ってきちゃったんですよ。お、 HMV で予約したよ、ありがとうございます。そうだから超心配で、帰ったら洗濯しなくちゃなんですよ。ティファールの次にやばいやん。そうなんですよ、テフリンさん100回見に来てくれてありがとう。そうやけー、湿気でカビてるかも。どうしよう、どうしよう、カビちょったらどうしよう。そうなんよ。しかも最近は雨が多いから外にも干せないから大量干しができないじゃないですか。だからそれも心配なんですよ。やばい、急に自撮り。急に自撮りするやつ。やつ。じゃあロス中さんハートありがとう。アイドル大好きさん本当ありがとう。何回洗濯回さないといけないんだろう。もう4回ぐらいは覚悟してます。もうキノコ生えてたらどうしよう。ハンニバルさん可愛いありがとう。ミキヤくんもありがとう。ハートね、危険だよね、ずっと放置してる。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。コインランドリー行こうかな。行こうかな。行ってもいいかな。コインランドリーしたらさ、良いの？みんなやったことあります？私は遠征期間に使ったことはあるんですけど、ホテルのとか、それ以外はないから。大量のさ、乾燥が早いんだ。なるほどね、乾燥するさせるってことか。おー、羽毛布団いそうなよ。移動が大変そうだよね。キャリーケースに入れて連れていくのかな。うん、入院ですが頑張ってください。早く治りますように。ロムさんありがとう。洗濯乾燥だよね。そうだよね、私もそれがいいな、したいな。帰ったら綺麗に畳んで、洗って畳んであったら恐怖。もはや最高かも。いいお化け。ゴミゴミかわいい、ありがとう。確かにシーツとか毛布も洗いたい。アイドルのお洋服はいい香りなので、2週間放置しても何の問題もないだといいんだけど。
だとええんやけど。ロムさんありがとう。ゴミゴミかわいい、ありがとうね。二度ぐらい読んじゃったかも。入院つらいね。かわいい。みんながうんね、一日洗濯の日になりそう。それな。トラーありがとう、ハート。ふーちゃんとスチューさんもありがとう。やったぜ。部屋干ししてるん？うん、してるけどさ、ジメジメの中部屋干ししたらもっとジメジメになってすごいことになりそうじゃない？どうなんだろう。洗濯槽もカビてそう。もう全部がカビまみれだかもしれない。やだな。あっという間すぎるな、時間が過ぎる。じゃあワンちゃん、ワンちゃんコインランドリーにお世話になる説もあるかもしれない今。トーク見てる。インドネシア。ソラナルさんありがとう。本当もう洗濯なんか替え代行会社とかにお願いしたい。ソラナルさん、おーつーにゃんありがとう。ハニバルさんもラッパありがとう。ソラナルさんありがとう。うん、待ち時間暇か。確かに30分とか1時間とかかかる。コインランドリー。ハヤトさん、だるまありがとう。カラフル。ああなるほどね。洋服とかタオルとかそういうのはコインランドリーか。1時間くらい。え、いやー、考えただけで疲れた。考えただけで疲れました。目こすり。のんちゃんありがとう。すのりさんありがとう。うーん、私は放置してばっかりだけど。みんなは放置される、自分が放置されるのには慣れてない説あるか。確かに衣装のさ管理って大変そう。そう考えたらでもすごかったよ。キハさん、ハニバルさんありがとう。見たことあるんですけどすごかったです。マリュさん、音符ありがとう。もうたくさんの衣装がずらーって並んでるからやっぱ大変そう。どこに何があるかとか。それこそメンバーはわかる？そのあこれは何枚目のとだけど、衣装さんはそんな全てが全て、全てを全てをそんな認知しているわけじゃないだろうから、はあ、ありがとうございますってなる。
装って洗えるんだろうか。わかんない、それ知らない。でも洗ってるっぽい。マスノリさんありがとう。誰もけど、でもそんな知らないか。洗えるっぽいけど全部洗ってるのかは分かんないかな。リセッシュ。写真集撮影一番遠くに行ったのは何県でしたか。初めて行ったの埼玉県。ほんとリコちゃん、リコの虜になってくれるかな。リセッシュ。でも靴はなんかシュッてしてるのよく見るから、あーありがとうございますってなる。でも公園とか2公園あってもやっぱりそのまま、いやそりゃそのままだけど、それ以外わかんない。公園で着てるお衣装洗濯して、わかんないですね。案外洗えるの。ちょっとお母さん、お茶が飲みたいです。お願いしてもいいですか。ありがとうございます。ちょっとお母さんにお願いしてきました。アリンコさんハートありがとう。埼玉スーパーアリーナ通った？うん、通ってない。早くコンタクトつけたいです。メガネかわいい、似合ってるかわいい。え、嬉しい、そう言ってくださって。クリーニングは出してますよ、ありがとう。こういう時はちょっとお母さんってお願いする。ん？愛のマスの衣装、ズボンがベージュバージョン。え？ベージュバージョンなんてあるんだ。渋谷で？そんなレースならある。うーん、ありがとうございます。お茶茶もらいました。あーはやとさん、たかてんあるさん、ありがとうございます。お母さんありがたいです。あ、レースも一緒。うん、もしかしたらそうなのか。マイコルさんありがとう。近づいてみた。メソルティー店なんですよ。すごい。あれなりの、あれならなさそう。熱中症ならなさそう。好きだな。溢れ出た。ありがとう。ありがとう。ママ離れできないしする気もないって言われてる。もうバレてる。ママ離れね。まあ今はいいかな、しなくても。まあちょっと生きて、一人で生きていくその練習はしないとだけど、何、なんか自分で管理とかできるようにならないといけないけど、まあ今はいいかな。西吉さん、隼人さんありがとう。そこがええとこなんですわ。ウケる。そうなんですか。うん、離れる必要ないかな。うーん、お兄ちゃんいるよ、二人。あ、
ま近くにいないかもな。そんな実家帰ってこないかも。そう、安心感ある。うーん、今のままでいい、ありがとう。結婚もしなさそうだもんな。うん、だから実家暮らしニート、目指すは実家暮らしニートですかね。洗濯自分でやってるよ。ニート目指してる。本当にニートになりたい。ノーマさん200回見に来てくれてありがとう。配信を収入源に。こんなんなんじゃないのかな感じ。結婚しないと思ってるとするんだよ。そうなの。三食どうしてるの。ちゃんと食べてるよ。はやとさん千万両ありがとう。写真集バカ売れしたらなれる説入るんかな私の方に。リアル、わかんない私そういうの知らない。印税系は知らないですね。印税生活。目指す印税生活しますか。確かに2回罰がつくという占い、罰2になるんだよね。罰2になるのか私。占いは信じるな面白い。罰人になる。私がまず、私が罰がつくほどその結婚相手ができるかどうかですよ。福ちゃんちありがとう。本でも出せ。本出す。コケちゃんぐらいしか、絵本でしか。ライバー生活大変だろうな。そうね。いつのリコール。何よ書道教室の先生しちゃう。いいかも。師範のあれ持ってないけど。このリップのいいところはハケが鉄なところ塗るところが鉄だから衛生的に良い。毎日旦那さんが怖いでしょ。でもお習字教えるの得意かな、できるかな私。美味しい。まずくはない。痛くない。うん、痛くない。ティルティルとか使わないの。よく知ってるね。ティルティル、ティルティルのリップかわいいけど今使ってないかも。ジュティトールってとこ。ティルティル人気だよね。なんで知ってるの。クッションファンデーションも人気。ティルティル、確かに先生って感じ。赤い墨汁は確かに。訂正できるかな。バニラ粉みんなよく知ってるね。そういうの私より詳しい説ある。
ージャーさんからメールよく来るよ。赤で、赤い墨で、赤を描く。こんばんは。リコ先生なれるかな。教え方下手そう私。いってらっしゃい。髪が伸びたから切らなきゃ。うん、バリーさんアイスありがとう。今一口で食べた人みたいになっちゃった。アイスたくさんありがとう。書き初めも、確かに書き初めもやった。そうね、じゃあつまりはしっかりと書かなきゃ。この年明け100発メールの下書きを、今年のその今年あったことを振り返ろうメールで。写真集はみちゅさんみたいに水着で書道やってそう、ウケる。さあ考えていいよ、いっぱい。福ちゃんち音符ありがとう。書道教室って静かなイメージだけど、りこち先生のにぎやかそう。みんな集中できるように頑張んなきゃね。日記みたいに下書きしとかないと。うん、お茶うま、お茶うまち。確かに水着で書道はちょっとシチュエーションが。恥ずかしいかもしれない。19時やっほー。たった今やっほー、おかえり。平成天狗さんありがとう。アーさんもありがとう。音符ギャップ、確かにギャップ出していきたい。ラリンさん100回見に来てくれてありがとう。やばい、私富里奈央さんのことフォローしてるんだ。今通知が来たから誰だと思ったら富里奈央さんで、ちょっと嬉しくなった。タッキーチモビさん、ミキヤくんハートありがとう。どんだけ好きなんて感じよね。うん、オフショット。今日の、あー今日のオフショット。19時にオフショット、恥ずかしい。超恥ずかしい。ふさんハートありがとう。ふさん、もびさん、タッキーチ、みきやくん、ありがとう。おお、すごーい。
やばいよ。リツイートしとこうかな。リポスト。リポストしときました。とにかく恥ずかしいのでね。すごすごいすごいか。みんなの反応がウケる。すごくて好きです。ありがとうございます。はやとさんハートありがとうございます。そうこんな感じでした。どこまで映ってるんだ。あそうね、手がカエルさんみたい手がカエルさんみたい。手が挟まってる排水口のところに。コメントおもろい。ハリーレインボースターありがとう。ハヤトさんハートありがとう。コメント手がカエルみたい本当に。こんばんは。確かにピアノかも。見てくれてありがとうございます。オフショット、この髪の感じもいい。前髪もうこれはオールアップでーすで終わった後、やったージャグジー入っちゃおうみたいな。それでふーんってやった後にジャグジー、気持ちよかったよ。あったかかったしブクブクなってたから気持ちよかった。血行促進されそうだった。そうしかもプールで冷えた後だったから余計気持ちよかった。うん、泳いだん、泳いだよ。ジャグジーでは泳げなかったけど、ああ状況が分かりました。よかった。カンヒデさん100回見に来てくれてありがとう。ジャグジーのシーンはないんだ。ある。ジャグジーん、ジャグジー入って、違う、ジャグジー入って、じゃジャグジーの写真も撮って、はいおしまいちゃんちゃんで終わった後オールアップでーすってなって、でジャグジーでまだちょっと使ってていいよみたいな。だからはーいってのんびり使ってたのよ。そう、そしたらカメラマンさんが撮ってくださった。みやんこ先生ハートありがとう。福ちゃんち音符ありがとうのショットですね。だからこんな、うん、そんな感じでございます。取り逃さなかったね。ジャグジーに温泉の素入れる？いいね。そっか、ココアさん牛乳入れたって話聞きました。ココアさんから。そう、おきさん、あずみも今日は
舞台の日か。嬉しいな、そんな写真集あれしてくれて、みんな反応が嬉しい。しんいちさん、けんちゃん、ありがとう、ハート。じゃあもうぜひ皆さん、本誌でもお確かめくださいにゃ。けんちゃん、しーちさん、ありがとう、ハート。楽しかった、本当に。撮影、撮影期間戻りますかって言われたら、もうあんな可愛い、あの何なんだろう、自分的にその何撮影して、もうなんだろう、その体型管理とかはもう自分を超えられないけど、あの頃の自分はもうで再現できないと思うけど、でもしたい。福ちゃんち、みやんこ先生、ありがとう。それぐらい楽しかった。けんちゃん、しんいちさん、ありがとう。マジで面白い。けん、りゅうちゃん、けんちゃん、ありがとう。トトラー、かわいい、ありがとう。うん、自分なりにね仕上げました。ふさん、ありがとう。爆売れさせてセカンドにつなげたい、そう言ってもらえて嬉しい。そう思ってくださってる方がね、もう一人でもいてくださるのが私は心強いです。本当に瓦そばの時には仕上がってたんだで、ウケる。さあどうでしょう。さあさあさあ、まあその時はその時で、また新しい私がいるかもしれないもんね。そうだよね。けんちゃん、かわいい、ありがとう。皆様もぜひリコの虜を予約してくださると嬉しいです。けんちゃん、かわいい、ありがとう。しんいちさんも、ハートありがとう。ひでぶさん、ありがとう。みんなの反応を見たらちょっとキハって感じ。キャハキャハしてきた。顔赤くなってる、かわいい。ミキヤくん、ありがとう、ハート。顔赤いよ、顔赤いよ。まあ確かにこのオフショット結構好きなので、しかもこのオフショットはね、そうね、最後の何そのオフショットの中でもかなりその好きだったから、そのそうだから、その写真集の公式アカウントができる前に自分であげようと、前にじゃないけどできるって思ってなかったから、じゃあ自分であげちゃおうって思ってたんですよ。そう、そしたら
なんと上げていただけて嬉しいね。恥ずかしい。けんちゃんありがとう、ハート耳出し。衝撃的すぎ、手が震えてパソコン打てない。大丈夫大丈夫大丈夫かにゃん、大丈夫かにゃん。なんかこの前お話し会ですごい面白かったのが、その男の子ですって最初にお話し会の前に男の子ですって言ってから、あの何写真集の感想を 言うんですよ。みんな男の子です、今日もう写真集本当にみたいな。山丸さんハートありがとうございます。おオフショット対決始まってるの。みんなそれが面白かったです。みんなギャグ線高い。でもギャグじゃなく、もうみんなそういうことだよね。もうみんなも正直にね。てるの。あ、かわいい。なんかこういう何？なんかレトロなフィルムのカメラみたいな、かわいい。プリン、山丸さんありがとう、ハート。みんなその何反応が嬉しいです。そんな新鮮な反応してくれるのが。もう仕事にならんよ、頑張れ頑張れ。でもみんなが叶えてくれた夢なので本当にありがとう。対決違うよ、対決なんかじゃない。お互いそのリスペクトを持っていますからね。こんばんは。お仕事頑張ってください。みんな大変だね、お仕事あるまだ。そうだよ、私だけだよね、こんな夏休み過ごしてんの。佐藤のんすけさん、とうとうやりがとう、嬉しい。姫様すごすぎた、嬉しい。なんかザルそば感っていうね、謎ソリプ。おー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 、4連休すごいじゃん。てか今私は乃木坂さんの空港ショットが可愛くて嬉しい。こういうのってあげていいんだって思った。こういうのを見て乃木坂さんのその私服のあの私服のその何を見て勉強するの。ああこういうお洋服かわいいなとか、私服のねお勉強です。そう、夏休みもうそろそろ終わり、初夏休み、梅雨休みですね。
嬉しいかも。でも割と活動的になりたい気分でもある。すっぴんでも可愛い、すっぴんでも可愛いのは何事や。私のファッションでトレンド、マジウケる確かに溝のところザルそばっぽかった。ハリーさんポチポチありがとう。あっくんかわいい、ありがとう。すっぴんじゃあ私空港行って 4K で写真撮ってもらえないよ。誰ってなっちゃうと思う。お忙しいところメイクしてるのかなと思ったら、もう天才すぎるメンバーの皆さん嬉しい。ハリーさんパチパチ嬉しい。あっくんも可愛い、ありがとう。日本語リコティ大丈夫、打てる。みんななんか不具合起きてて草みんな可愛い、マジで。海外だから可能な写真なんだね、すごいね。海外だと撮影 OK なんや、それがすごい。かわいい私服ね。あーこういうのがかわいいのかとか、この紐はそのままでええんかいとか、ちょっと学んでますね。こういうブスかわいいなとか、あれこれ私とお揃いでは、私とお揃いでは、あ違いました、お揃いじゃなかった八景って何、八景って175馬力のトラック、林さんありがとうございます。すっぴんでも可愛くなりたい、頑張る。お肌なんかここにブツってできそう、大丈夫。寝起きドッキリしても大丈夫な顔になりたい。私はまだダメだね、まず寝癖がつきすぎることがダメ寝癖がすごすぎて寝起きドッキリ、逆ドッキリになりそう。 寝癖がすごすぎるドッキリを逆に仕掛けてるみたいな感じになりそう。ケンちゃんありがとう、ハート。あとはでも寝相はめっちゃ綺麗、私寝相いいやんね、ほらはめっちゃいいんですよ。八景は写真と動画が必要。おえー、そうなん。よしさんハートありがとう。やけ一番寝癖ですね。本当前髪がスーパーサイヤ人。そうなんでなんだろう、寝癖すごいの、なんでなんだろう。あでもナイトキャップかぶってるからかも。だからおでことかも全部全開でナイトキャップかぶって寝て、だから朝起きたら前髪がもうパッ。そういうことかも。モーリラン、うん、こんなになってる、ラン姉ちゃんみたいになってる。そう、そういうことなの。それがねちょっと一つ困ります。 SF48 の24時間テレビはよ、マジやったらやばいよ本当に。もしそれで寝起きドッキリの企画があった場合は、もう私バーってなってるドリルみたいな寝返り打ってたらどうしよう。私ナイトキャップって後つかない、まあつかんけど、まあもう取れちゃうけね朝起きたら。ふくちゃんちおんぱありがとう。そうただ寝る時まではそのついちゃうから、それでなんかいい感じになる。トトラーハートありがとう。おーひでとさん700回も来てくれてありがとう。おはよう、おはよう。
寝起きドッキリしたらすでに起きてそう。確かに起きてそう。なんか私ははは目覚めてもでも起きてないふりしてそう私。うん、8Kすごいね。今の時代は 8K なんですか。すごい。10ですさんありがとうハート。うーん、まあ着てれば大丈夫そうね。つぶちゃん活動が始まりました。椅子の上で寝てる今。すごいね 8K。 怖いね 8K に耐えられないよ。カメコさんの写真は何 K なんですか。私はね19時40分ぐらいで終わろうかな。まだまだしても良いけど。かわいい垂れ耳にゃんこちゃんになって。危ない。ここしか映ってない人になってた。うん、7時、まあ、40分30何、何分に始めたっけ。35分40分とかかな。なのでそれまではちょっと構ってあげてください。みんな可愛いよ。配信生活の一部になって人生の全て。そこまでですか。小顔が可愛い。嬉しい。みゃん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 こにゃんこ。仕事かい心癒す。 Thank you You're welcome。 癒しになってたら何より。いや恥ずかしいですね。これからどんどんオフショットとかも公開されていくのかと思った。ぜひ皆さん工藤理子ファースト写真集の X 公式 X フォローしてあげてください。お願いします。うん、みんなにいいものを見せられたらいいな。拡散もお願いします。ぜひお願いします。拡散してもらえたら助かります。ふさんハートありがとう。ね、どこまで。うん、ヨロでございます。にわさんありがとう。ゆり、なんかリポストの引用リポストしたいんですけど、どんな言葉にしよう。佐藤のんすけさんハートありがとう。ふさんありがとう。恥ずかしいとかしか出てこない。
私のどんな姿もカメラに収めてくださったカメラマンさんに感謝です。どこかな、いつかまたタワー投げます。あれタワー予告、予告タワーですかなんでお財布すっからかんになっちゃうよ。もっと私を見て。そんなこと言えないよ、あんな写真で、あんな写真でそんな恥ずかしいこと言えないよ。もふもふ、どやどやっていうの恥ずかしいよ、自分でそんなこと言えない。なんて言おうかな、皆様、写真集アカウントフォローありがとう。まだしてない方はぜひ。まことさんハートありがとう。決勝です。何にしようかな。みきやくんもハートありがとううん、男の子も女の子もぜひ。確かに確かに、そう、女の子は、女の子とは写真集の話してなかないですね。リコチ幕張はあんまり女の子と話せなかったかも。3人とかだったかな、2人とかだったかな、みんな男の子でした。3人4人どうかな、ツーショットも含めた。いいですね。たむたむさんハートありがとう。あれ、キハさんハートありがとう。みきやくんもありがとう、ハート。まことさんもハートありがとう。みんなありがとう。確かにジャグジー最高で、ジャグジーの感想がいいの、電子版も出せたらいいんですが、そう、今のところはまだ、し、紙版ですね、紙版でございます。まあでも予約ねできるので、お母さんになったらお母さんになるかな私。トムトムさんハートありがとう。お母さんになるかな是非予約してください。特典全部欲しいよ、お願い。当たるといいな、好きなの。特典コンプリートするのに何冊かかるんだろう大変そう。でも特典コンプリートするためにって言ってる人あんまりいないかも。認知してるよ。自分で電子版作る、作っちゃう。あ、自分でね、いいじゃん。水着何種類したの、内緒。絶対頑張る。お、いるんだ、特典コンプリートしてくれる人。よかった、安心した。今7時半なの。なんかもう時間って過ぎるのあっという間だね、本当に。謎ビンゴ、あ、やばい、読んじゃった。名前呼びがち。ルサさんありがとう、ハート。マッサラサラスケさんハート。エリーチカちゃんハートありがとう。え、
もう終わったんですか？やっほー。ランダムのやつとか大変そう。確かに大変そう。あ、そういえば今日爪切った。爪切りました。どうでもよい？ちょっと唐突に読んじゃった。名前読んでた、コメント読んでたら読めちゃった。爪切りました。安定の深爪。とびとびありがとう。ベーロンさん、ひまわり29さんありがとう。とびとびです。おかえり。また君だ。嬉しい。松さんありがとう。白いところ、残さない派。ちょっと残るぐらい。松さん、ターさんありがとう。リコチ一味だぞ。がー。おかえり。マッサラサラスケさんハートありがとう。マニキュアはするときはする。ゼロ二三さんバラありがとう。ベーロンさんありがとう。謎ビンゴさんクッキー。マッサラサラスケさん本当ありがとう。松さんハートありがとう。押し寄せありがとう。爪伸びるの早い？平均的、平均的かな。工藤さんかわいい、嬉しいです。山王さんありがとう。つぶちゃんも爪ね切りますよ。でも結構嫌がるかも。やっぱ爪切るのはみんな嫌がるよね。こんにちは、ST48の工藤莉子です。莉子ちゃんを押しましょう。押してください。押してください。にゃんこアミーゴさんハートありがとう。ひめたんみたいに寝るしない。あ、かわいいよね。でも私さ、多分管理が下手くそすぎてできない気がする。メガネ似合ってます、ありがとう。今実家にいて広島に全部コンタクト忘れちゃったのでメガネ。そう、コンコン猫の合唱タワーありがとう。どうしたの？声かわいい、嬉しい。謎ビンゴさんハートありがとう。リコチの写真集盛り上げコーラス隊出動、やばい。タマラマ、タマラマユです、タマラマユです。コンコンすごい。じゃあお礼書かせて。写真集を盛り上げてくださって嬉しい。かけた。やっほー。アッキーさん音符ありがとう。タムタムさん、ロムさん、成田の真珠ありがとう。音符、そう、写真集出すんです。ぜひともチェックしてみてください。予約受付も始まってるのでぜひ
お願いします。じゃじゃーん、リコチコンコン、リコのトリココンコン、写真集盛り上げコーラス隊タワーありがとう、いっぱい盛り上げてね、コンコンの中で一番の写真集にする、ありがとう。コンコンありがとう。ヤマさん音符ありがとう、盛り上げてくれてありがとう、声めっちゃ可愛い、嬉しい、パチ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 、盛り上がるぞ、私も盛り上げてもらうからには盛り上がるぞ。写真集どこで撮ったの？東京と埼玉と千葉です。そういう情報もぜひ公式 X に、写真集公式 X に載ってるのでフォローしてあげてください。頑張って盛り上げましょう、一緒に盛り上げましょう。各種予約販売は開始されてます。そうなんです、ぜひともお願いします、予約受付中です。残り3分、写真集はとにかくすごいんです。さあどうでしょう、千葉出身いいじゃん、しかしたら地元でお家の近くで撮ったかも。闇猫さん、シンプルに佐々木さん、ハートありがとう。あちちちちちち、写真集予約したよ、ありがとう。ミキヤくん、ハートありがとう。ダイナマイト、ダイナマイ、ダイダダダイダダイダダイ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 ダダダイダダイナマイ、ダイダダダイ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 ダイダダダイナマイ、ツルチチチチチチチ、色吹き合う、チャ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 ダダダイみたいな感じじゃない？すごいいいねついてて嬉しいな。ダイナマイトの犬、犬じゃない歌犬やばい。ヒロピーさんありがとう、ハート。ミキヤくんもハートありがとう。好きになってもいいですか？いいよ、可愛い、嬉しい。 BTS STU 態度もダイナマイト、なぜわかった？オリジナルソングじゃないよ今のは。ダイナマイトって歌があるじゃん、韓国の、それ歌った。ダイナマイ、私の耳フリーレン様、エルフ、エルフになりたい、つまりは長生きしたいし、長生きしてほしい、みんなに。松さんありがとう。トリコになって、リコのトリコっていう写真集のねタイトルは、リコのトリコになって。最近そう、メガネ女子コンタクトないから買わなきゃ、買わなきゃじゃないよ、あっちにあるんだよ、早々のリコーチ、リコーレン、リコーレン。あ、午後7時40分が来た。セブンネットにて予約しました。じゃあそろそろ終わりますか。ビバン見よっかな。勇者ヒンメルなら予約したってことだよ。お、いいこと言うね、いいセリフ知ってるね。勇者ヒンメルなら予約したってことだよ。みさきちゃんハートありがとう。発売日まで私も待ち遠しい。リコより先に他界するお利口さんの、どうした、長生きして、長生きしてほしいよみんなに。松さんありがとう。まあでも写真集見たら長生きできる気がする。じゃあ終わろっかな。39位から。ぜひ写真集予約受付中なのでよろしくお願いします。
燃えるゴミゴミな人、西尾氏さん、佐藤のんすけさん、キハさん、平成天狗さん、ハンターさん、ひまわり29さん、ケンちゃん、シバさん、かくれんぼ中さん、カエルさん、和久さん、トトラー、まことさん、みつさん、成田のしんち、ムービングさん、マイコルさん、オットトさん、鈴木秀和さん、X 風さん、ズーデスさん、マリュ、マサさん、クボズンさん、ロムさん、クニちゃん、山丸さん、スノー、なべなべ所長、ハンニバルさん、石井さん、福ちゃんち、そして本日の秋元先生枠はサム先生です。ありがとうございます。山猫坊主さん、ハリーさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はバリーさんでした。バリーさんありがとう。第2位は精神豚まんさんでした。精神豚まんさんありがとう。そしてお誕生日おめでとう。そして第1位はリコチコンコンでした。コンコンありがとう。皆さんありがとうございました。配信見てくださってありがとうございました。トトラお疲れありがとう。バリーさんお疲れとありがとう。こちらこそありがとう。フォーユーさんお疲れありがとう。マツさんもハートありがとう。ミサキちゃんハートありがとう。嬉しい。配信見てくださった皆さんありがとうございます。カー君ハート、イエーイ。どういたしまして。んトトラお疲れありがとう。あっくんありがとう、ありがとう。カー君ハートありがとう。うん、ミキヤ君ハートありがとう。トトラかわいい、ありがとう。アパテックボイチェンさんありがとう。タコカー君ありがとう。成田のしんちかわいい、ありがとう。福ちゃんちありがとう。とお疲れありがとう。皆さん見てくださって本当にありがとうございます。じゃあ今夜も健やかに行きましょう。それでは行きますよ、せーの、えいえい、おーやすちー。みんな健やかに。2時間も見てくれてありがとう。全部見てくれてありがとう。じゃあまた健やかにね。また明日メールもまだまだいっぱい送りたいことがたくさんあるので送りますね。じゃあね、おやすみなさい。健やかに。また明日。またね。ガオー。